下り線出口飛島インターチェンジは、愛知県天郡飛島村にある、伊勢湾岸自動車道、伊勢湾岸道路のインターチェンジである。名古屋港の木場かな丘布島に付設されたインターチェンジで、ある。ダイヤモンド型のインターチェンジで、東側に、豊田 JGT 方面への入り口と、道方面からの出口が、西側に、四日市ジャンクション方面への入り口と、 同方面からの出口が設けられている。東海 IC から東 IC までは、伊勢湾岸道路であり、東 IC 伊勢は高速自動車国道である。飛島 IC 東海 IC 間は、一般国道でもあるため、この区間については、その前後で接続する高速自動車国道と、同条件で走行できるように規制を設けている。このため、豊田方面、 川入口付近には最低速度を示す標識を設置している。また、本線合流部にもこれに関連した標識を設置している。2021年5月1日には、東 IC に併設して、飛島ジャンクションが共用開始した。豊田方面からの出口は2009年10月以降、渋滞緩和のため、飛島不当方面と国道302号方面に分離された。 飛島 IC は1985年3月に名港西大橋一期線共用開始に伴って開設されたが当時は近所不動側に料金所を集約したことから飛島側はフリーとされた。1998年3月の名古屋南 IC 名港中央 IC 関連新によって飛島 IC としてオープンした。オープン後、 豊田方面からの出口が混雑をきたすことから、運輸業開催度から IC の再整備が要請された。要請を受けて東 IC の豊田方面からの出口は、新たに、飛島不島方面の左折専用トールゲートが新設された。豊田方面への入り口。国道302号有料区間の入り口でもある。奥に明港西大橋を望む。四日市方面への入り口。 豊田方面からの出口。霊園運用は時間帯やメンテナンスなどの事情によって変更される場合がある。豊田方面四日市方面四日市方面から、豊田方面から、ありがとうございます。